あ、なるほど。姫路行きのフェリーが出てる福田港に降りるところか。標高600。
あれまだ4キロあるのか。おかしいな。標高も645だから残り標高差100ないぐらいだと思ったけどな。標高660、標高差的にはもう700ぐらいのだったと思うんだけどな。
ロープウェイどこだこれ。まだ地図上で見えない。そっか、これもしかしてここのピーク越えて下って上り返しに入る、そこのところがロープウェイの駅なのか。多分こっからしばらく下るかな。ぐーっと回り込んで平坦か。この左側回り込んだところが星ヶ城山星ヶ城山。いや、ちょっとだけ登ってるように感じるな。あれやっぱ下ってないか。かすかに吸ってる感じがする。あ、山頂があるのか。山頂まででも100メートルぐらいあるな、標高さ。パス。
多分しばらく下り基調になるから、とりあえずウィンドブレーカー足りなくなったらフリーズも。ものすごく緩く下ってる。ノーブレーキだって言ってもスピードが上がらないぐらいだ。やっぱりレストランあるんだ。とりあえずレストランで温かいものでも、おでんとかあるとちょうどいいな。関係のロープウェイ自体トノショーの方か。でこっちが小豆島町。指切り冷たい。右手がね、北側の景色かな。昨日走った採石場だらけのところ。開けてないな。まあ、四方差しまでまた登れば見えるか。寒っ。
多少あったかい。600まで下ってしまうのかこれ。あ、でも着いた。ロープウェイのガラス張りっぽい立派な建物があれかな、向こうに見える。あったあった。ロープウェイ開通50周年か。はい、ビートのとこが駐車場になってます。はい、すいません。はい、ありがとうございます。コンクリートのとこ通ってあのテントの下へ。はい、あそこですね、わかりました。よいしょ。ああ、こんな作りだったかな。鉄板の上スタンドを立ててください。スタンドないのでここで失礼します。ソフトバイオって、あれ、なんかちょっとイメージ違うな。拡張してるように見えるけど、どうだったっけ。そうめん、鶏から揚げ、
ちょっとちらっと見てくるか。あ、すいません。メニューはこういうやつか。おでんないな。うん、やっぱある程度のご飯ものしかないな。あ、すいません。ジュースでもないかな。レシートお返ししておきましょうか。ありがとうございました。あ、シルコ。あ、すいません、お汁、すいません。すいません。お汁粉もありますか。はい、ありますよ。どこで食べられるんですかね、これって。食べるのはもう好きなところ。あっちもありますかね。はい、あ、じゃあ一つお願いします。ご案内します。この車は11月の開催を目指しております。日が出てきた、よかった。あー、風がなくてあったかいな。うん、お、結構人いっぱいだな。あれ、輪行できないあの状態だと。うーん、前景色見た時どこで見たんだったかな。あ、でもロープウェイ乗ったんだと。そういえば、
めて。観光ガイドの人が1億円取れるような話してる。白玉かな、これは。お、届いた。やっぱりロープウェイすごい混雑。平日なのにすごいな。あ、そうだ、まだカメラ載せないでよ。1億円トイレも入っとくか。まずはおしゃ、
お写真撮ってからですね、2号車さんの食事会場ロープウェイの係員の人多いな、で、1億円トイレどこだ、全然そう見えないけど、じゃあとりあえず自転車の方にカメラ置いて1億円のトイレ行ってきます。
1億円釣りすごかったなかと思ったら見た目そんでもないけど、当時として最新鋭の床暖房とかウォシュレットとか冷房完備をやってたからそんだけかかったって書いてありましたね。あと150だか200だかそんぐらい登ったら今日の登りおしまいかな。景色的にはこっちよりもやっぱ四方差しの方だな。こっちはロープウェイに乗ってないと全然なんか見えない。うん、あ、日陰やっぱ寒いな。あれ？まだ下ってるな。ああ、もったいないもったいない、標高が。見えてるか。標高600切った、おかしいな。あれ、こっからだ。一応こういうのを温めていかなきゃいかん。よいしょっと。死亡町、ここ前来たかな。こんにちは。こんにちは。おお。草壁湖が見える。けどこの明暗さは厳しいな。
あ、間違えた。なんかナチュラルに漫才やってるような200以上登るのかもしかして美しの原ってちょっと止まってたんで体が少しこわばってきてる。お、まだ iPhone 繋がってるな。 iPhone というかフォーマ電波が。ただ配信してると電波が怪しいとこだと放送の対処のために時間取られるんで、とりあえず四方差しまでは放送なしでいきます。
この季節にテント装備変わりますかして。
サル出没、通行注意、注意も何も。うわ、なんで下ってるんだ。下ってない、平坦だった。いや、下ってるな。あ、でまた登りか。白い。あれだもんか。
神掛け通り、なんだろう、人なんていうんだっけ、この真ん中の字は。ロータリーの森、ロータリークラブか。ロータリークラブっていうのがどういう組織なのか未だに分かってない。お、四方座敷来た。ふぅ。展望台200メートルと書いてあったり、600メートルと書いてあったり、これ600メートルだな。
まだこんな小さかったっけ。あれ、なんかこんな感じじゃなかったような。あ、これは前なかっただけ。今日はあの草壁の草壁からこっち側の方がきついんですよ。でも急勾配で、それテント、この時期にキャンプですか。うわ、寒そう。そうですか。あ、でもこのしばらくは高いみたいですね。草壁だ、そのオリーブはあれやろ、ええ、公園が、ええ、もうあそこの海の旗でやっとって、おー、うん、すき焼きやった、すき焼き、いいなぁ、うまかった。じゃあ気をつけて。おー、カブだカブだ。確かこれ前はこれ台じゃなくて、やった、前確か岩があるだけじゃなかったっけ。雪が積もってて凍ってて滑りやすくて恐ろしかった覚えがある。確かこれとは別の展望台がどっかにあったはず。ちょっと冷える前に先に着込んでおきます。草壁港から登ってきました。昨日あの近くに泊まってて。え、草壁港っていうのはあのロープウェイのあるところです。あ、ロープウェイの、ええ、あ、で、きついだってここまで上がってくんだ。でも調子の方がもっときついんですよ、調子系から来る方が。そう、勾配 18% とか書いてあるんだ、あそこ。何、ネットにカメラつけて撮ってんの。あ、そうです。すげえな、登ってくなるの全部撮ってます。あ、撮って、あ、だから今皆さんが映ってるから後で編集しないといけない。すごいな。あ、今日紅葉結構見えてよかったです。あ、綺麗でした。汗が。そうそう、この階段が凍ってて怖かったんだ。向こうにまた渡れるのがあるとね。
いや、今日有給取って土日月で来てるだけなんですよ。ええ、横浜住んでて、飛行機で高松空港からこっち持ってきたんですよ。そうですか。袋詰めして、うん、で3日間か、今日で3日目で、うん、この後都野市の方に下って、うん、でフェリーで岡山渡って新幹線でまた関東戻ります。あれはクロスバイクってやつです。あ、送るっていうのは袋詰めして手で持っていくんですよ。担いで、ええ、分解できるんだ、ええ、スポーツ自転車全部そうなんですよ。そうですよね。よっぽど変な形のでなければ、そう、あれ車輪両方外して、うん、車体に両方から束ねて、うん、で縛って袋詰めするんです。いや、大したもんだ。だからやろうと思ったらここロープウェイで登ってこれるんですよ。こう9年ぶり2回目なんですけど、前来た時は反対側から登ってきて、大晦日近かったんでもう寒くて寒くて、確かこの台まだなくて、あったかな、そこら辺が氷で凍ってて危なかったんですよ。で下りはもう寒くて死ぬかと思ったんで、下る時だけロープウェイ使いました。あ、そうですか。ええ、あ、モロコにこれ乗っけちゃってね、ええ、袋詰めすれば乗せられるんで、乗っけられるからね。でも今日見たらロープウェイいっぱいいっぱいでしたね、人が。団体が来た、俺らはあれ乗ってたんだけどさ、なんかみんなもう満員電車みたいになってましたよね。団体がいるとね、今日平日だからよっぽど少ないだろうと思ったんですけど、ちょっと紅葉がね結構いいからそれなりに、うん、もうそろそろ終わりぐらいですかね、これは。そうだよね、もうあれだ。ああ、頑張ってね。あ、ありがとうございます。やった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 、ヘルメットのパートが冷たい。よし、じゃあパノラマ撮っとこうかな。横方向かな、これだと。明るさはこの辺に合わせといて、で、あ、ダメだ、真っ暗になるな。この辺りか。せーの。取れたかな。周り明るすぎてよく見えないな。ここら辺が感覚系と、もうちょい詰めていくかな。うん、そうだ、放送試してみるかな。うわった、積もってなくても滑る。強度見とかないと。2本か、いけるかもしれない、いけないかもしれない。こっちは、あ、大丈夫かな。
岡山方面の景色はやっぱここじゃなくて、さっきの道戻ったところの展望台かな。厳しいか。まあいいや。よいしょ。10年以上経ってるっぽいよな。あったっけこんなのは。覚えてない。特に写真を繰り返さないと。あのシルエットは小豆島ビラのリゾートマンション。届かないと。霞んでるなあ、もったいないなあ。四方差し展望、四方差し展望でいいのかな。ここはとしか書いてないな。まあ、展望だ書かな。からの寒い霞。なぜか缶掛けで変換できないんで。OK。さてデータ流れるかな。で、グローブを指切りから、またファイルをつなぎ直しとこう。
あ、いたいた。完全に締め切らないと。しかしマイクが、マイクをできるだけ目指して締めて、これできるか。じゃあ大観望で、こっちが四方座展望台か。あれだ、あったあった。ういっ、こんな2つ近くにあったっけ。記憶よりでかいなこれ。お、これは、あ、やっぱルリタデハだ。青いけど一瞬で逃げられてしまった。足が、でこっちの眺めは、うわ見えねえ、前来た時よりも全然見えない。ダメだこりゃ、岡山方面が全く見えない。ひどいなこれ、天気は悪くないのにな。いや、良くないか、あんまり。電池がなくなりましたか。そうですか。さっきのは大観望、確か望むの方だったかな。こっちが四方差し差し展望台、岡山
ほうめが全く見えない点々かすれてと、電波切れてる。お互い下に置いてきたからな。紙に充電しつつ、下るか。今標高が37だから1時間ありゃ下れるとは思うんだけど、寒いだろうな。デジカメ9、デジカメ充電中なのでダメだ、立ち外だからいちいち手袋外さないとできない。そういや GoPro のレンズはまあ大丈夫かな。この反射なのか汚れなのかわからないことがよくある。
そうだと GoPro の録画は続行中。よし。寒い。この辺り日が当たってないからな。来た来た。なんだ17パーって。こういうのたまに過去 2,3 回見たことあるな。何のための設備かよくわからない。道路はみ出して起こしないようになんですかね。それだったらあの上まで道作る必要ないし。こういうのが出るたびに撮る。あとローギヤヤだけなんですか。あれ訂正したんだろう。ローギアっていうのを訂正したのかな。
ただ、なんだろうな、これ一応写真撮っとくか、猿か。今の音は長子系かな。ここは長子系だ。確か長子系のちょっと向こうあたりが 18% じゃなかったかな。じゃや。あ、バスとか来てないな。そうね、こっちはやってないのかな。展望台だけやってんのか。てかな、今の時期流しそうめんないか。
おお。駐車設備ともちょっと違う感じのシワシワが入った岩が角もすごいな。あの辺り怖いな。あ、猿いたいた。なんか小さいやつ多いな。いけるかな、まだいけないかな。ちょ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 っとがいていく。猿は来ないか、そもそも。あそこにもいる。ちょっとかわいいな。こちらから鳴いたらクーって鳴いた。そら顔が赤いな。少し大きいか。こんにちは。まあ、確かにかなり慣れてるな人に。山梨とかの山の中で見る猿に比べて逃げないな。そうそう、デジカメ出すか。
いいなぁ。確か前下った時、前下って、あれ前はそうか、前この道下ってないんだ。あの川沿いの道路と言えるか言えないかみたいな道を下ったことがあると思ったらこっちじゃないな。で下ってきました。うどん、あ、まあいいや、そのあたりは。あ、でも撮るかな。ああ、潜れるのか。短い。ここだ。あれ、右が切れてる。入った。入ったけど狭いな、これ。上下にぶれてるからか。うまく取れないな。iPhone でも取っとくか。デジカメの方はガイドがないんで。今一つ取りづらい。デジカメの方、iPhone の方だと上下にどのくらいブレてるかが表示されるので、やっと。それでもブレたな。まだ結構綺麗に撮れる。よし。順調。あったかくなってきた。
今のところ左にいたらどうなってる。あ、いけるな。よし。こっちだよな。あれ？なんか違う。こっち行くと。さっきの砂利道か。やばいかな、こっち行ったら。やった。やった。やった。か。だ。砂利道だな。砂利したけど全然走行に支障、全然じゃないけどあんまり走行に支障ないな。あ、復活した、舗装が。おお、これいいな。ちゃんと最後まで通れればだけど。あ、左じゃないか。よかった、穴開いてた。問題なし。
これどっちだ。左で行ける、左で行けるかな。裏道からの巨大観音。まだ標高168、結構あるな。大丈夫か。うん、もうすぐ太い道合流。この作物何なんだろう。合流するんだろうけど段差があるな。
ガードレールが見えない。道通りだな。なかなかいい裏道だったな。昨日の分岐だ。歌舞伎舞台方面の分岐。
今日は結構風あるな。上の方はなかったのに。この分だと1時ぐらいにはうどん焼けるな。まだ玉が残っていれば。で、ここで指切りグローブに。うどん屋も美味しかったけど、ラーメン屋も食ってもあるか。ソードスマラーメンだっけな。いやでも確かあれは味よりも食べ放題であることが重要だとか言ってたからな。やっぱうどんにしよう。
ました。平日だな。電車も止まれ。これは大福。今ここ行ってんだっけ。あ、まだ行ってる。
ヘアサロン。さて、いつもの若葉食堂左折。観光通りっていうのかあれ。日替わり定食のか上り出てるな。でもやっぱりうどん。今日どこなんだっけ。ここでいいのか。鳥だったかな。違うか。あれどこだったっけ。一番向こう側だったかな。多分これ遠回りしてる。
バスの停留所が、停留所っていうかこれのすぐ先だったはず。もうちょい向こうから入ってくればすぐだったはず。なかなか腹減った。ヒヨドリ。まだ登りあるってことは多分大丈夫だな。そうせずに、こうした大峰のうどん屋さん、何やったか。よいしょ。Thank you.